ばんは、かなたです。今日はですね、レフサポチャンネルのゆかこさんにお越しいただいております。お願いします。お願いします。ゆかこさんはですね、耳が聞こえないんですよね、そうなんです。ほぼ聞こえないんですよね。そうなんです。聴覚をつけても人の声は聞こえないんですよね、っていう感じで、うちの両親が、あの耳が聞こえないんですけど、ゆかこさんが聞こえないっていうことのつながりで、今回ゲストに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。ゆかこさんを僕知ったきっかけが、YouTube をやられてるっていうところで、初め見た時、めちゃくちゃびっくりしたんですよ。そうなんですか。そう、僕のイメージは、聞こえない方は YouTube なんてやることがないと思ってたんですよ。それはなんでですか。 YouTube って喋って、動画撮って、編集して動画をアップするっていうのが一連の流れだし、大体一人でやられてる方が多いから、それと口で喋る方があんまり少ないイメージだったんですよ。聞こえない方って、うちの母はめっちゃ喋るんですけど、でも喋るって言ってもやっぱり他人と会話するときはどうしても手話を使って喋ることが多かったんで、やっぱ手話って皆さんこう見てくれてる方々全員が分かるわけじゃないから、聞こえない方が YouTube をやるっていうことは僕の中で選択肢としてなかったので、なるほど、固定観念で思ってたし、めちゃくちゃびっくりして、しかも開いてみたら、ここまで普通にナチュラルに、しかも関西弁だし、あ、すごいなって思ったのと、これが一番びっくりしたのは独身術。そうですよね。もうここが一番びっくりして、今ゆかこさんと僕、普通に喋ってるように多分見えてると思うんですけど、ゆかこさん聞こえないんですよね、今あれですね、僕の唇を、そうなんです、呼んでいて、声は聞こえないので、唇を呼んで分かってるみたいな感じなんですよね。すごい面白いですよね。すごい、もう本当にスパイになれる、あ、そうそうそう、FBI になれるかもしれへん。本当にすごい、聞こえないとか云々より、そこにびっくりしちゃって、僕がそのゆかこさんに、まあ聞きたかったことっていうのが、僕両親聞こえないじゃないですか、僕は聞こえてる、だから聞こえない親と聞こえてる子供っていう構図なんですけど、僕からしたら両親が聞こえないことってもう当たり前すぎて、お母さん A 型だよ、あ、お母さん聞こえないんだよぐらいの並びの感覚値なんですけど、僕はそうだけど他の方々からしたらそうじゃないことももちろんあるし、そういう面でなんかいろいろ生きてきて思って、聞こえないっていうので、子供を持つっていうことは不安に思ったりすることあったのかなっていうのを、今ゆかこさんお子さんいらっしゃるじゃないですか、だから聞きたいなと思って、6歳と4歳の女の子がいるんですけど、確かに産む前、そもそも結婚した時に子供を儲けるかもまで悩んだんですよ、そもそも育てられるっていう自信がなくって、一番怖かったのは赤ちゃんの泣き声が分からんかもって思ってたんですよ。私大阪出身なんですけど、東京にいるから、東京で暮らそうと思ったら基本家にいるのは一人になるじゃないですか。そうですね。赤ちゃんが慣れても分かんなかったらどうしようみたいになったし、周りにそういう人もいなかったんですよ。どうやって育てたらいいんだろうっていう不安もすっごいあって、だから産んでからもうしばらくずっと不安でした。不安はもうずっとあった、ずっとあった感じですね、確かに赤ちゃんは皆さん泣き声で起きるとか、言うじゃないですか、おっしゃいますもんね。だからそういうのができないから、もうなんかずっと起きてて、私は聴覚つけても泣き声聞こえるわけじゃないから、夫が帰ってくるまではずっと起きてるの。帰ってきたらそこで初めて寝て、泣いたら夫に起こしてもらうみたいな感じの生活をしてて、結構大変でしたね。僕はね、まだその時覚えてないから、お母さんとかお父さんは苦労したのかなって、今そう聞くと思うから、なかなかでも聞けないじゃないですか。そうですよね、わざわざ改まってこう今ちょっと死ぬのって聞かないですもんね。僕の場合は、おばあちゃんが家にいたっていうのは聞いたことあります。おばあちゃんは聞こえるんですか。そう、おばあちゃんは聞こえるから、おばあちゃんと一緒に僕を育ててたのかなとは。なるほど。でも助けてもらう人がいないと結構しんどいなと思って、この後になんかうちの子が喘息になったんですよ。喘息になるとジェコジェコみたいな、なんかヒューヒューみたいな息がするんですけど、その時におじさんに、なんでもっと早く連れてこなかったのみたいな、こんなヒューヒュー言ってるやんって言われて、でもこのヒューヒューが聞こえないから、そんな苦しいと思ってなかったんだよね。すごい反省してみたいな。でもそこからパッて連れて行ったら、いや全然大丈夫だよとか言われて、あ、そうなんだみたいな、この違いが分かんなくて、そこから夫に聞いておいてみたいな。旦那さんは聞こえるから、お助け合って、そうですね、なんか分からない部分はサポートしてもらえるけど、でもそもそもそういう違いっていうのも一個で知って、初めて知ったかも。前職はここからがやばいんだって分かんないじゃないですか。だってなったことないし。逆にそうやって危なかったこととかないんですか。昔、鼻に糸くずを詰めてたんですけど、
止めて息が止まっちゃったらしくて、うん、親聞こえないじゃないですか、うん、気づかなかったらしくて、うん、どうしたんですか。たまたまお母さんの友達がいて、うん、気づいて、うん、即病院行って、うん、抜いてもらったんですけど、あのままだったら死んでたって言われて、うん、今すごい笑い話に話されるんですけど今だからね。今だからうちの母とか両親は聞こえないことを隠さないタイプだったんですよね、うん、外で手話で話すのも全然抵抗ないし、注目浴びても OK みたいな、むしろ浴びたいんじゃないかな、うん、なんか母だけですけど、うん、母はどっちかというと人前に立つのが好きなタイプだと僕は思ってるんですけど、うんうん、なので注目されても全然気にしてない気はします、うん、まあでも母なりに多分いろいろ乗り越えてきたことがもちろんあっての今だとは思うんですけど、気にならないって言ってもあなたさんはちょっと大きくなって胸心ついてきたら恥ずかしいとかないんですか、うん、母さんたちはもうそれで隠れてされてるからいいとして、うん、親が死は知ってるの恥ずかしいとか思ったことはないんですか。僕は一切なかったです、うん、本当に死はをしてることは普通に会話なので、うん、もうこうやって会話してるのと一緒だから、それにただ手がついてるだけ、うんうんうん、僕普通に普段喋るときめっちゃ手振り多いんですよ。なるほど。これ癖なんですけど、むしろ普段喋るときは手振りを我慢してます、うんちょっとなんですか、抑えてる子、すげえ熱弁してるやつみたいになっちゃうから普通の会話プレゼンしてますみたいな、そうそう、 うちの両親はまあ聞こえないことを隠さないタイプだったんですけど、うんうん、お子さん的にも隠そうとしたことはないですね、うん、そうですね、親が別に聞こえないことはオープンにすべきみたいな考えで育ててくれていて、うんうん、小さい時に近所の人とかうちの子は聞こえないからみたいな感じで喋ってくれていて、だからそれはすごい良かったなと思っていて、私もそういう風に育ってきてるから、うん、すぐに人にいいよみたいな。でもまあ講話ができるから今は独身で、分かるときは例えば服とか買いに行ったりして、うん、言ってること分かれてないですか、うん、その時はいちいち言わなかったりする。でも試着室とか困るんですよね。試着室ってカーテン閉めるよでカーテンに外からいかがですかとか多分言われてるんだけど全然分かんなくって言ってる言ってる、めっちゃ言ってる。そうなの。美容室はどうですか、うん、美容室は鏡があるじゃん。鏡越しに見てます。あのシャンプーの時シャンプーで喋ってんのかな。喋ってますよ。え、そうなの。それは初めて知った。やつね、頭洗ってる時に、うん、あの大体湯加減と、うん、頭洗う強さ強さどうですかっていうこの2つ聞かれるから多分今までただ基本絶対言ってるから、私耳が聞こえないから食ってみせて喋ってくださいみたいな感じで、それだったら多分そうなんですよ。大丈夫ですね。で鏡越しでも喋れるから、鏡越しでも分かるんですねとかよく言われる。いや本当にすごい。僕も学びたいぐらい独身です。絶対わかんないですもん。だから僕自分の動画ですら、うん、音なしだと何言ってるかわかんない、特技かなって思ってます。最近聞こえないとか関係なしに自分のすごい特技の一つだなと思ってて、本当にすごい。独身術でお金もらえる、うん、本当にお金もらえる。本当ですか。あの人のちょっと読み取ってくれるみたいなんで昔の人の口パクは結構分かれました。歌を口パクで歌ってるか声を出してるかも口の形が違うんですよ。そうなんだ。でも今は多分本当に声を出してるの声を消したりとかしてるから本当に声を出してるっぽいんですけど、はい、口パクで喋ると口がちょっと大きくなるんですよ、はい、大きくなる、不自然になるんですよ、はい、それでこれは口パクだなとか声出して変やろとかよく言ってます私世の中のアーティストの敵ですね今日は加古さんにいろいろお話を伺っていきました、うん、親とはっていうことについて聞こうと思ったら、うん、もう全然違う話だと思ってます。取れちゃった。なんかまた皆さんが聞いてみたいテーマとか動画撮れたらなと思ってるのでよろしくお願いします。ぜひお願いします。加古さんのチャンネルはあの概要欄に貼ってますので、うん、ありがとうございます。気になった方は見てみてください。いつから聞こえないのとか、うん、どういう風に聞こえないのとか、うん、旦那さんとの動画とか、うん、たくさん出されているのですごい面白いのでぜひ見てみてください。お願いします。またねー。